インターネットを使って個人がお金を稼ぐような時代になってくるよねっていうのはずっとあって、グローっていうサービス立ち上げるんですけど、まあ、そのグローっていうサービスが、まあ、簡単に言うとライクボタン、いいねボタンに決済ができて、まあ、チップのようにお金が送れるという、まあ、なかなか日本だとその資金移動法とかあまりクールじゃないっていうところがあって、まあ、アメリカでチャレンジしてみようところでアメリカに行って、自分のストーリー、なんで僕がこのサービスをやるのかっていうストーリーだったりとか、そのなぜ僕がこの問題解決するのかっていうすごい重要性を問われるんですよ。なぜあなたがこのサービスやるのか、なぜ今このタイミングなのか。あんまり日本だとね、経営者の人からね、話聞こなかったんですけど、向こうはとにかくそれが一番最初なんですよ。自分のストーリーに沿ったものじゃないとなかなかね、人もついてきてくれないですし、まあ、お金も集まらないですし、ユーザーも、ね、増えないと思うんで、今でこそね、コンバーチブルノートだったりとか、いろんな資金調達のやり方があって、資本政策についてはすごい海外の、まあ、いろんなスタートアップの、データとかを参考にしましたね。すごいシンプルに言うと、すごい苦しかったんですよ。会社をやっていく中ですごい苦しくて、なんとかしなきゃいけないと。ビジネスも立ち上げなければいけないし、まあ、いろんなところからお金も出資してもらってて、サービスも跳ねさせなきゃいけないって中で、やっぱりこう、なんだろうな、諦めたくなかったんですね、ずっと最後まで僕は。まあ、一人になってもやろうってぐらいで感じずっとやってたんですよ。その時に、まあ、僕の会社と、まあ、グローっていうか、まあ、一応事業売却って形してたんですけど、まあ、ベーシックの社長の秋山さんっていう人に、まあ、今ね、一緒にじゃあサービスやっていかないかって話になって、まあ僕の藁にも違うつもりで、まあサービス立ち上げていった。経営者だった人と経営者がこう話をしたりとか方向性もあって、もちろんね、ぶつかることも多々ありましたけども、ベーシックって会社が今、150人近く、いる会社なんですけど、まあそこのね、やっぱり、そのだけの、大きな会社の役員をさせてもらって経験であったりとか、で自分の立ち上げた以外のサービスも含めて、まあ本当に複数にわたって、まあマネジメントをさせてもらったって経験って、まあ今までなかったので、貴重な経験をさせてもらったって本当に感謝してますし、僕だからこそやる価値があるよなっていうサービス、まあ問題ですよね。この問題は僕だったら絶対解決すべきだ。僕が解決すべき問題なんだっていうものに出会った時に、やっぱり、サービスを立ち上げていきたいなと思ってるんですね。それは別にインターネットに限らず、経験いっぱいあるし、ミスったことをたくさん知ってる。ここをこうすればミスるみたいな。分かってるので、やっぱりそっち側をしていきたいと思いますけどね。なんでその後にね、バイアウトなのか、社長交代するのか、っていうのは、その時決めればいいと思うんですけど、その見切りをちゃんとつけることが今度、すごい自分にとって勉強なんじゃないかなと思ってますね。執着しないで。自分の得意なところに、やっぱり自分の時間と成果を出すために力を使う。っていうふうにしたいなと思って。